毎度てここごレストロンでーすそれでは皆さん、今日もね、えー、私たち大好きなスタントロン舞台の話になりますイェーイパチ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 。で、今日はですね、見ての通り、デッドエンドが、えー、スタントロン舞台の一番地味なやつね、<laughs> が主人公になります。えー、なぜかというと、この、えー、だいぶ前なんですけれども、DX9 の、えー、デッドエンドね、 えー、紹介させていただいたんですけれども、それ、車モードを皆さんにこのエクストランスボットと、えー、比べながら、えー、紹介いたしました。えーまあ、今日はですね、えー、昔出たね、インティミデータの一員である、えー、ファンスプロジェクトのデッドエンド出てるんですけれども、もうゲストとしてね、えー、出てもらってるんですが、えー、今日は、えー、DX9 の、えーまあ、デッドエンドの、えー、っとですね、 DX 内の電動エ,エンドの名前忘れてしまったけど、まあそれはさておきの、えー、ロボットモード。イエーイおっしゃあの話はしたいと思います。よっしゃ <laughs> これは、まあ今ね、DX 内もすごく今残念ながら潰れちゃったんでね。 えー、ものも多少は安くなって今のうちに興味ある人は購入された方がいいんですけれども、一番スタントロブみたいがお安めですね。マスターピーススケールで。全部揃えようと思ったら、まあ、それほど極端なお金がかからないんですね。まあ、500ドル以下でなんとか揃えられると思います。450ドルぐらいな。5万ちょいぐらいかな。で、なんといってもね、 えー、僕、カポーネ、いわゆるね、えー、DX9 版の、えー、っとモーターマスターね、持ってないんですけれども、えー、いわゆるトレーラーがメナゾールのボディに変形して、でメナゾールのボディが基本的ですね、えー、腕にこのデッドエンドとドラッグストリップを取り付けるんですけれども、で、後ろ、足の後ろ側に、えー、ワイルドライダーと ブレイクダウンをつけるんですけれども正面で飾るんだったら足の後ろが見えないのでわざわざ取り付ける必要ないしモーターマスターがそのボディの後ろに入れちゃうんで入れなくてもいいからもうほとんどあの5体買うだけでしかも割と値段求めやすいんでねメナゾールとその残りのえまあ3体 少なくとも、メナゾルの前でディスプレイできます。それはすごくお得だと思います。本当に。えー、まあ,あの、そういう話はさておき。そういう余談ね、えー。この子をちょっと見ていきたいと思うんですけれども。これはね、かわいいな。インティミデータの、えー、デッドエンド。まあでもこれ、基本的に違うの。これはね、モダンな風に、えー、これ、ドラッグストリップなんですけれどもね、再解釈されているものなので、 ま直接比べるのは難しいんですよね。いいのは、このカダリングが G1 のおもちゃと同じカダリング、この縦線なんですね。えー、黄色い、えっと白。この2トーンの縦線なんですけれども、残念ながらね、この DX9 と Xtransbots にはその縦線がないんですね。Xtransbots に G1 バージョンも、G1 トイバージョンも出てるので、そのやつだけにはあるんですけどね。 ではいえー、これはですね、まあ、さっき僕すでにお見せしたんですけれども、ファントイスの、えーですね、ドラッグストリップと並べるとこんな感じでもう完璧にね、えー、マスターピーススケールなんですけど、まず軽い。どんぐらいをあの軽いかといったら、ちょっとね、測ってみよう。 186さっき見せ,見せた隣で見せたドラッグストリップねファントイスがあれこれ倍なんですよマスターピースにしては結構軽いちなみにですねあちなみにあの、サイズが変形するとサイズ全然ちこれよりだいぶちっちゃいのに、えー、テックストランスポートの方が重たいんですねこいつこうこまあまあファンスプロジェクトよりは重いかな パスプロジェクトのやつをねこの、この上に置いとこう。<laughs> 話戻しますと。<laughs> これはね、車モードでパッケージ、わお、すみません。パッケージの中に入ってるんで変形させないといけないんですね、えー。僕みたいにマスターピースを変形させるのは好きじゃない人はちょっとひと苦労するんですけど、だけど変形自体は割と楽しかったんですよ。唯一ね、なぜか僕の場合はこの車輪が ここに来るはずなんだけれども、僕、外になっちゃったんで、だけど僕、こっちの方が好きですよ。足がこっち、太く見えるから、僕こっちの方が、えー、っと、タイヤが外に来るのは偶然なんだけど、えー、不幸中の幸いで、僕、こっちの方が好きです。正式この中に来るはずなんです。で、えー、ちょっとね、一緒に見たいと思います。まずね、頭のスカルプといいですよね。 この、まあ、ローテーション、このようにね300ああの。360度回らないんですね。だけれども、まあ、あ上下もできますし、このメタリックバイ、あの色のバイザー、紫と、この、デッドエンドはですね、顔がないんですよね。口とか、そこら辺が。このゴールドは本当に綺麗なんですね。で、えー、ちなみにですね、この腕、指が独立は捨てません。 4個が同時に動くわけですね。こいつ。えー、っとあ。そういうわけですね。すいません。今動いてちょっと。あ、そういう。動きます。このように。あ、差し、人差し指だけは独立に動きますね。あとは動かないみたいなんですね。で、えー、おまかな。ね。 関節の動きは、まあ、あのー、ラチェットっていういわゆるのクリックが入ってなくて、入ってないけれども、まあ、十二分硬いですね。あの、トランスフォーマーシージ思い出してくれあの、考えてくれたらそれでいいんですね。だから、まあ、あと軽いんでね、関節バカになることはないんで。で、これはブラスターですね、ちなみに。ブラスターちょっと比べてみるか。 この前のやつで比べた箇所でね。まあほとんど形対して変わらないけれども DX9 は x t r a n s p o ーツよりちょっとだけ大きい。本当にかなりもういろんなポージング取らせることはできますね。もうほんと自由自在ですわ。で、この胴体がちょっとね、でかすぎるんちゃうっていう特にこの ここから上上がって、上がもう本当、すごく広くて、で首がなくてで、頭いきなり頭で、これがあまどうなんだろうね、あんまりデザイン的どうかという意見はあります。このフィギュア、ちなみにですね、写真で見ると、実際に手に持ってみると、もうやっぱ全然ちゃうね、印象が。たまにそういうことあります。 やっぱ実際手に持った方が、あな、悪くないね。意外といいなっていう感覚を覚えるんですね。で、ここがもちろん、あの、曲がるだけじゃなくて、こういうね、ポーズも取らせることが結構広いんですね。幅が。って、こうで、こうですね。わ、すごいですね。お辞儀もできます。で、えー、足のことなんですけれども、あ、フロントスカート肩 これおおかたいか硬い関節は硬いしまあ,あのクリックはいてないけれども、まあ、こっちだけですねこのつま先だけがこのように横にすることはできますだけどねうんもう全然いいわで横見ると細い <laughs> 強烈に細いんだけどまあ逆に言うとめちゃくちゃスッキリしてます と言えるわけですねはいもう簡単な紹介は、えー、ここで終わります。えー、皆さん、いかがだったんでしょうか僕、このまあ結構メタリックレッドといってもエクストランスボーツと比べるとちょっとだけエクストランスボーツの方が派手なもう真っ赤なんですけれどもこっちの方がまあ、ちょっと微妙に違うんだね。本当説明しにくいんですけど。 僕、本当にとてもいい言語だと思います。しかも、値段は、もう、まあ、匂いにすると、なんだろう、アマゾンでもね、なんだろう、もう1万もしないかもしれないんだな。送料入れると、まあ、1万2個かいかへんということなんだけど、とてもいい言語だと思います。えー、それでは皆さん、次の動画でお会いしましょう。はい、天国デストロンでした。